中島昭巨は、江戸時代後期の廃人。名は、おもんみいち。字は、ことく、号には、明けぼの案などもある。変著に、ことのばらや、はつかりつか、などがある。昭巨の墓がある十年時、安永二年、三河国碧海軍熊村に生まれた。狩谷半藩士であり、長奉行を務めていた、中島佑守の長男である。幼名は、大野城であり、後に、 A タスクに改めている。今日は2年、30歳の時に、官職から退き、弟の中島自衛門に家督を譲った。隠居後の秋居は停発して、徘徊の道に入ると、岡崎の鶴田拓池の紹介で、名古屋の井上史郎の門を叩いた。肥料省で皇帝となった、鶴見東宮尾などから援助を受け、壁海軍をがけ村の明保の庵に暮らしたが、 各地を旅することが多かった。秋居は妻をめとらず、北は欧州、西は妻や赤市から中国地方などを旅した。文化8年3月には広瀬おもんみ前の区集、おもんみ前防区集を発刊した。文化9年4月から5月には、市の井上志郎の看病を行い、病床日記や、手術、欧州延期を書いている。文政9年7月25日。 悪性腫瘍が原因で死去。去年54。墓所は、狩谷市の十年寺、狩谷市岡家町には秋居の居宅だった、明けぼの寄り跡がある。狩谷市の松州寺の境内には秋居の封建道路がある。狩谷市の市原稲荷神社の境内には、天保十年に、門神らによって混流された秋居の区域があり、夜は私の今に声ありかさかりと刻まれている。 ありがとうございます。